majd a videó után már a folyán. Csak addig is, sziasztok!
手間取らせやがって。おい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お客さん、こっちの人やないね。ああ、旅行でこっちへ来たん？いや。じゃあお仕事？まあそんなところだ。おい、おなごの数が少ないやないけ。支配人はどこにおるんや？ちょっと目合わせたらあかん。この辺で有名な薬剤さんなんやって。あ、はい、お呼びでしょうか。関西でわしらのテーブルこないに寂しいする店他にないで。すみません。頭下げる暇あんねやったら色っぽい姉ちゃん業者引っ張ってこんかい。ええ加減にせ。おい、あ、親分さん、ありがとうございます。親分さん、さすがやな。
単独あるな。当たり前やがな。お前さん、この仕事してて親父のこと知らんのかい。未来のフォーミ連合のドン、関西の竜や。覚えときや。へえ。どないしました？あ、こいつのせいでか？ちゃうわ。お前今何言うた？は？覚えとらんのかい？席外せて。自分なんか親父さんの前で言うたらあかんことがあるやろ。やら早よ謝らんかい。ほら、みっともないで。かよ席座られ。
お見事や。すまんことしたわ。うちの若い衆は血の気が多くてのう。もうお帰りですか。お前らといると酒がまずくなる。あんたは大した男や。聞いた。さっきのお詫びとして怒らせてください。断る。オウミ合流会のおごりです。わしの顔立て立ってくださいや。合流会。よし、この店で一番高い酒持ってこい。はい。ほんまにええ度胸しとるわ。うちの組にもあんたほどの男はおりませんわ。関東の方やな。ああ、そうやろな。あんたほどの人が関西におったらすぐに噂が広まりますさかいに。お近づきの印にお名前教えてもらえまへんやろか。これは失礼。わしは近江連合合流会二代目の合田隆二と申します。合田。近江連合ぐらいはご存知でしょうが、日本で一番有名な大門ですさかいに。ああ。でお名前は。名乗るほどのものじゃねえ。わしもこうして腹割って話しとるんです。名前ぐらい教えてもろてもええやないですか。桐生カズマだ。堂島の竜、東城会の桐生カズマさんですか。いや、そんな男は知らねえ。兄さんも人が悪いわ。驚かさんといてください。まあでも本物なわけないわな。本物やったらこんなところで酒飲んでられるわけないわ。どうしてだ。本物やったら今頃それどころやない。必死こいて戦争の準備しとるはずや。ああ、そや。せっかくやから教えますわ。さっきわしが切れたわけ。なんだ。わし、関西の竜と呼ばれんのが気に入らんのです。竜はまだい。関西が嫌なんです。竜に関西も堂島もありゃしません。極道の世界で竜と呼ばれる男は一匹でええんですわ。あんたもそう思いますやろ。まあな。あんたとは気が合いますな。これも何かの縁や。ついでにもっとええ話教えさせてもらいます。今夜の12時ちょうど、カムロ中に派手な花火がドカンと一発打ち上がるんです。花火。わしが仕掛けた花火です。一世一代の祭りが始まるんや。祭り。その幕開けの花火がカムロ町に上がるんや。そして明日、堂島の竜は、死ぬ。何？それでわしは本物の竜になる。少し喋りすぎました。まあ桐生さんはごゆるりとくつろいでってください。ああそう、一つ言い忘れましたわ。明日出かけるなら香水の一つでもつけていった方がよろしい。どういう意味だ。あんたの体からプンプン匂うんですわ。血の
香りが。桐生一馬さん、ほうな。仕掛けた花火、中日、一体何が始まるんだ。
先ほど午前0時にカムロ町のミレニアムタワーで爆発が起きた模様です。詳しいことはまだ分かっていませんが、爆発が起こったフロアには暴力団関連の事務所があるとの情報もあり、事故以外の可能性もあるとのことです。これが花火。ついに始まったか。ああ、須藤です。ええ、残念ですが倉橋課長の読み通りとなってしまいました。いや、まだ関西とのつながりは分かりません。ええ、そうです。やはり海外の組織が関係しているのではないかと思いまして。そうですか、分かりました。では私の方も手配します。ええ、あの任務は伊達さん以外にこなせませんから。はい、では。
いや。刑事さん、わしは肩着を脅かすようなことはしまへんで。なんかの間違いとちゃいますか。喫茶店で小島不動産の社長に会った時、テーブルを叩いたそうやないか。叩いたうちに入りまへんがな。ちょっとこうやってポーンとやっただけですわ。立派な恐喝罪や。冗談やないで。そないなことでいちいち引っ張られとったらわしら飯食うていきまへんがな。しょうもない大門ちらつかせられれば、一般市民はそれだけで怯えるもんや。しょうもない大門やと？女やと思っておとなしゅうしとったら図に乗りやがって。何が任侠や。何さらすんや。ヤクザやったらこそこそしのぎせんと体張って稼がんかい。な、連行や。恐喝、傷害、脱税、署で徹底的に炙り出したるわ。何さらすんじゃこのボケ。公務執行妨害のおまけ付きや。オウム連合と登場会が杯交わせた？私たちが掴んだ情報では。ほんで天下の警視庁班は府警に何せ言うんでっか。キリュウの身柄を確保していただきたい。え？もし杯の話がこじれてキリュウが殺されでもしたら、泥沼の抗争になるのは間違いありませんから。つまりわしら警察がヤクザの身辺保護をせえちゅうことでんな。ええ、とにかく時間がありませんのでよろしくお願いします。ほんま勝手なことばっかり抜かしやがって。課長、誰からですか？ん？ああ、警視庁の四課長からや。ヤクザの身辺保護とはどういうことなんですか？桐生一馬が監査に乗り込んできたんやと。桐生って、あの？ああ、せや、登場会の四代目や。あいつにこっちで死なれでもしたら西と東の大戦争や。せやからわしらに身辺保護をせいちゅうとんねや。アホらしい。その任務、私にやらせてください。あかんあかん、お前に任せたら身辺保護どころやないわ。チャンスやと思いませんか？チャンス？桐生一馬の命を守る、その名目さえあれば私が関東で捜査しても問題ないということですよね。なんじゃい。お前の狙いは関東に乗り込んで府警四課の力を見せつけて決勝を見返しちゃろっちゅうてのか。展開によっては総動員体制も取れます。それはおもろいな。差し詰め府警四課の関東進出やな。じゃあ私に。おい、ちょっと待てや。お前、登場会にこだわっとるんと違うよな。違います、私は府警四課の主任として言ってるまでです。ほんまやな。はい、わかった。ほな一丁行ってこいや。はい。
昨日の爆発、風間組の事務所は粉々に吹っ飛んだそうだが、柏木組長は無事だそうだ。そうか。近江連合の仕業じゃねえだろうな。おそらく合田隆二だ。え？ああ、昨日蒼天堀で会った。本当か。お待ちしておりました。行くぞ。遠方からようこそお越しくださいました。五代目近江連合会長の合田仁と申します。桐生四代目の噂は金がねえ。ご丁寧な挨拶痛み入ります。東条会四代目桐生一馬です。堅苦しい挨拶は終わりにして、近江連合の執行部を紹介しましょう。私の横におるんが総本部長の高島です。本部長をやった寺田の後任となります。よろしくお願いします。寺田の。ええ、寺田。いや、東条会五代目とは兄弟分でした。この度は誠に残念でした。次に。ちょっと待った。おい、そこのあんた、今何て言った？残念だと。何寝ぼけたこと言ってんだ。お前らがやったんだろうが。寺田を殺したのは確かに近江の系列です。ですが、
本家の命令ではありません。ふざけんな。そんな言い逃れが通用するか。ギャーギャー騒ぐなや兄ちゃん。ああええか、こういう会合には格っちゅうもんがあるにゃ。兄ちゃんみたいな人間が来るとこちゃうんや。ええ、せやろ、東条の四代目藩。やめろ戦国、失礼だろ。すみません、こちらが無礼をいたしました。寺田の一件に関してはほんまに申し訳ない。上座からですがお詫び申し上げます。ちょっと待った、謝る必要なんてあらへん。もともと寺田はうちの人間やったんや。組織を裏切った人間、夜行が二王がこっちの勝手でしてる。戦国、臭い芝居やめろ。はぁ、あんたら全員本当に悪いと思ってんのか。ええ五田さんよ、あんた一年前寺田の背後で政治家の神宮とつるんで東条会乗っ取ろうとしたじゃねえか。知らねえとは言わせねえぞ。確かに、ですがあれは私や執行部の仕業ではありまへん。なんだと、今さら何言ってんだ。桐生さん、堂島さん、郷田の口からは申し上げにくい話なので私の方から説明いたします。実は1年前の神宮との件は直参合流会会長が独断で行ったことなんです。何、龍二が。龍二をご存知でしたか。彼は親父の実子です。親の心こしらずとはこのことで、奴は近江の大門を使って勝手な行動を次々、寺田襲撃を実行したのも合流会によるものかと思います。では龍二が寺田殺しを命令したと。おそらくは。アホらしい、やっとらよ戦国。まあ、あとは勝手にやっとくんなり。寺田の公定が必要やったら声かけてくださいや。10億でも20億でも用意しますさかい。ほな、桐生さん、これが近江連合の現状です。直参120、構成員35000、巨大になりすぎた組織を統制するのは至難の業です。五代目、この高島は和光で器量もある。寺田もそうやった。ですがね、今の戦国や龍二のように他の若い連中は言うことを聞かへん。郷田さん、桐生さん、寺田を失うたんは東条近江関係なく痛いことや。今こそ東と西の力を均衡させることで争いの種を取り除きたいと私は思ってる。東と西のですか。そうです、桐生さん、あんたならそれができる。ぜひ東条会を立て直してください。そのために近江連合の力が必要なら私は喜んで力になります。これは寺田から預かった書状です。あいつは郷田会長との杯を願っていました。寺田、東条会としては寺田の願いに従い近江との五分の杯を望んでいます。受けていただけますか。お受けいたします。そうですか、ではすぐにでも東条会五代目代行の堂島弥生をこちらに向かわせます。いや、そうはいきまへん。今度はこちらから出向く番です。神室町へ行きましょう。
はい、ありがとうございます。いや、さすがでんな。昨日よりも迫力あるわ。やっぱこれぐらい強ないとやりがいがないってもんです。何さらすんじゃ悪い。お前の好きにはさせねえぜ。俺との勝負が先だろうが。キリュウさん、悪いが、こいつは俺がやる。あんたはゴーダ会長。わかった。意外にやるやないか。まあ、やろ。そないに死にたいんだ。先にやったらやないかい、ボケが。Hey!
Huh!
べば。
以外、あんたに助けていただくとは、お詫びの意思もありません。登場情報に関係ありません。お気に入りなさらせです。しっかりしろ。キリキリさ、やっぱり男男。ただただじゃねえ。今日はまだ着いとらんやろ。大悟、お前はどうだこれ調整されて登場状態。そいつのせいで俺が今どうだこれ調整だ。登場状態とは病気の創造が先決だ。そいつのためだよ。ここで死なしまってはいかんかな。このじゃじゃ。ここは俺の言うようにしろ。わかった。やっと取り切りになれた。大会長は登場状態があるから、ここを続けずに。絶対に邪魔はさせねえ。はい。あんたを倒して、もう一回返しだけだけの話。やってみる。もう何より言うわ、ちくちく。ここがあんたの墓場や。ぶちのめしたる。
ここがあんたの墓場や。
ここがあんたの墓場や。ここがあんたの墓場や。
まだ勝負は終わっとらんわ。俺は対等じゃねえ勝負は嫌いなんだ。何やと？お前は大吾とやり合った。あいつは強い。まともな状態じゃねえはずだ。どっちかが死ぬまで勝負は終わらへんわ。貴様、覚えとけ。勝負はまだ終わっとらんで。全員連行や。はいはい。桐生一馬さんですね。そうだ。府警四課の佐山薫です。あなたを傷害の現行犯で逮捕します。
そう、悪かったな。あの、失礼ですが、伊達刑事ですか？あ？まあ、そうだが。やっぱりそうでしたか。私、伊達刑事のファンなんです。ファン？どういうことだ？1年前の事件で、本庁の命令も聞かずに単独捜査、ついにはあの神宮のマネーロンダリングの真相を暴いた伝説の刑事さんだって噂有名なんですよ。ちょっと待て。あの事件を解決したのは俺じゃない。それに今はデカでもないんだぞ。知ってます。事件後刑事を自ら辞職、辞表を神室署署長に投げつけた後一発殴ったって話も聞いてますよ。まったくどうなってんだか。伝説の刑事ん？神室町で誓った極道との友情、人気者じゃねえか。あ、河原警部補。お嬢ちゃん、こういった手合いに憧れるってのは良くない傾向だな。本庁勤務ならもっと真面目なキャリア組の連中を持ち上げといた方が身のためだな。鬼ヶ原、あんたどうしてここに？知らなかったか。俺は今公安所属のデカなんだ。あれだけ銃をぶっ放していた男が公安のデカか。ふざけた話だ。人聞きの悪いこと言うな。もう昔の話じゃないか。俺にとっちゃ今でも昨日のことのように思い出すぜ。目の前で容疑者を殺されたのがそんなにトラウマになったのか。まあな。でも今はもう関係ねえ。あんたと会うことももうないはずだ。待てよ。それがそうもいかねえんだ。あ？お前須藤に呼ばれてきたんだろ。奴が待ってる。一緒に来い。地下3階か。ずいぶんとおかしな場所に連れてくんだな。不安か。まあな。何しろここは良くない噂ばかり流れていたからな。地下3階13号資料室、警視庁赤瀬沼ってやつか。なあ、不祥事の間とも言われてた。おう、連れてきたぜ。伊達さん、わざわざご足労いただいて申し訳ありません。ああ。紹介します。こちら、公安部外事二課課長の倉橋警視正です。伊達さんの噂は金々。倉橋です。公安二課？どうしてアジア専門の公安二課がここに？実は昨日も伊達さんに連絡したように、今我々四課は近江連合の動きを追っています。ああ、寺田が殺された一件だろ。はい。ですが裏に海外、特に中国韓国系の組織が絡んでいるのではないかと。海外マフィアってことか。実は私たち二課は1年ほど前からアジア系マフィアの調査を進めてまして、近々何か大きな動きがあるという情報を掴んでいましてね。予想はしてたんですよ。こんな事件が起こるんじゃないかってことを。なんだって？私は倉橋課長から内々に要請を受けまして、数週間前から神室町の様子を探っていました。すると爆発は起こった。そうです。予想は的中してしまったわけです。だがそれが四課のお前と何の関係があるんだ？五代目近江連合直参、合流会二代目会長、合田隆二という男です。合田隆二。寺田殺害を実行したと思われる近江連合の実力者です。この男がどうした？実はその合田が爆発をほのめかす電話をしていたとの情報がありまして。これだけは言うとくが、わしとあんたら仲間やない。神室町を日の海にする目的が一緒なだけや。ことが終わったら赤の他人、分かっとるな？はあ、まあ期待していてくれ。この関西弁の男が
合田隆二本人と思われます。なるほど。じゃあ四課と二課はこのもう一人の男が何者なのかを探ってるのか。そうです。この男の正体を探り出し、近江連合とつながっている組織を明らかにするのが狙いです。会話の場所は？全てのノイズを除去してみましたが、場所の特定までには至ってません。で、俺じゃなきゃできない任務ってのは何なんだ？実は伊達さんにはこの男に近づいていただきたいと思いまして。え？こいつは？そうです、伊達さんもよくご存知の男です。カムロ町でスターダストというホストクラブを経営する男、源氏名和樹です。どうして和樹を？実は半年ほど前、一度だけ合田隆二がカムロ町にやってきたことがありまして、その時接触したのが和樹なんです。だがそれだけで？それだけじゃないんです。彼には和樹という名前の他に別の本名がありまして。本名？ガンジンウ。彼は歴とした韓国人なんです。伊達さんにはそれとなく和樹に近づいて揺さぶりをかけてほしいんです。彼が韓国組織の構成員なのかどうか、それを探ってみてください。あなたと彼の間には1年前の事件で培った信用があります。これはあなたにしかできない任務なんですよ。俺だけどこへ連れてくんだ。おい、聞いてんのか。ここまで来ればもう大丈夫だわ。どういうことだ？傷害罪は表向きの口実。あなたの身辺保護を頼まれたのよ。身辺保護？逃げようとしたら即座に逮捕するわ。せよ。どこを撃たれた？大したことないわ。弾丸が貫通してない。このままじゃ危険だ。おい、近くの病院はどこだ？蒼天堀。何？蒼天堀にある葵っていうスナックへ。
らんな。なかったね。あんた誰や？桐生という者だが。はっ、ちょこちょこ担当買いやがってほんまに。そんなようなことしたかてな、払えんもんは払えんよ。え？あんたみかじめ取りなんちゃうん。佐山薫って女知ってるな？薫がどないしたん？怪我をしてる。どこにおるんや？車に待たせてある。はよ連れてこんかいな。
Yeah, so.